生産の近くに。そこにいるからちょっとな、甘いな。近くにいるな、それな。お世話しました。DL 富岡製糸場応援号高崎行きです。次は観音様見下ろすだるまの町終点高崎です。高崎市は交通や商業の町として発展しました。また高崎市はだるまの生産日本一を誇り、全国製版産の約 80% を生産しています。選挙に立候補した際に左の目玉を墨で入れ、当選後に右の目玉を墨で入れる選挙だるまのほとんどが高崎で生産されています。また毎年1月には松林山だるま寺でだるま市が開催され、福だるまを買い求める人々で大変にぎわいます。次は終点の高崎です。16時13分の到着です。
たします。あと5分ほどで観音様見下ろすだるまの町終点高崎に到着いたします。到着ホームは8番線です。お出口は右側です。高崎からの乗り換えをご案内いたします。上越新幹線の東京方面朝間号の東京行きは14番線から16時21分です。長岡新潟方面時号新潟行き12番線から16時27分です。途中越後湯沢を通過いたします。ご注意ください。その後は谷川号のガーラ湯沢行き12番線から16時51分です。長野新幹線軽井沢上田長野方面浅間号の長野行きは11番線から16時34分です。新幹線ホームにお乗り換えください。高崎線の本庄深谷熊谷大宮方面の快速阿満号上野行き16時24分乗り場は7番線です。上越線の高崎問屋町伊野新米橋、渋川、沼田、みなかみ方面、みなかみ行きは16時21分、乗り場5番線です。赤妻線、中野城、長野から北口方面、万座、風間口行き17時10分、乗り場6番線です。両毛線の前橋、伊勢崎、桐生方面、前橋行き16時26分、乗り場6番線です。その後小山行きは16時38分です。乗り場は4番線です。八甲線群馬藤岡小玉より小浜市方面駒川行きは16時19分乗り場は3番線です。上信電鉄線は JR 改札口を一旦出まして0番線にお乗り換えください。お待たせいたしました。まもなく高崎です。本日は DL 富岡製糸場応援号の旅やお楽しみいただきましたでしょうか。今年も多くのイベント列車を予定しておりますので、ぜひまたご利用くださいませ。ご案内いたしました車掌は高崎本行の川本佐々木でした。この先もどうぞお気をつけてお帰りください。本日は DL 富岡製糸場応援号にご乗車くださいましてありがとうございました。